よし、これで進めるぜ。フィリップさん、そっちは頼むよ。どんどん行くぜ。やれるもんなら止めてみろ。ジョーカー。はっ。どうだ、ここまでこれといった強敵には出会わなかったぜ。さすがにこんな場所まで罠を張る余裕は敵にだってないはずさ。なあフィリップ。油断するのはまだ早いよ。強力な敵が接近してきます。俺のメダル返せ。
逃げやがった。しかしよくメダルを落としてくやつだな。ゴリラとゾウ、これでサゴーゾになれる。先を急ぎましょう。おっと、そうだった。頑張っているようだね、アイ。あ、なんだお前。お前はあの時の。私の名はゼウス。この島の責任者。ゼウス？ゼウスだと？そんな、まさか。ゼウス、ゼウス博士。いかにも。私はゼウス。いや、今はゼウス・ドーパントが正しい。そうか、そういうことだったのか。お前は財団 X と何を企んでるんだ。このセクターシティはもともと財団 X の施設なのさ。財団 X 次世代エネルギー開発部門。エネルギー部門の施設にしても怪人の姿がちょっと多すぎるんじゃないかな。ガイアメモ、コアメダル、そしてネバーの能力を強化できると分かればやむを得まい。ネバーだって。おっと、少し饒舌になりすぎたかもしれないな。おいゼウス、アイダ博士は今どこにいる。アイダ、アイダの名前をなぜお前たちが知っている。知りたければまずこちらの質問に答えたまえ。まあいいさ。ゼウス博士、一体なぜこんなことを。どうしてですか。なぜ。研究のため。ここまで研究は順調に進んできた。多大な犠牲を払ってね。犠牲はこれからさらに増えるだろう。邪魔するなら君たちも加わってもらう。犠牲だと。待て、逃げる気か。先を急がないと。ああ、まったくだ。何としても奴の陰謀を止めねえとな。その前にまずやることがあるだろ、翔太郎。今この状況の原因がゼウス博士であることがはっきりしたんだぞ。そしてアイは奴の知り合いだった AI だ。どんな罠が仕掛けられてるか。確かにそうだ。しかしフィリップ、ゼウスの言うことが正しいとは限らねえ。それに俺はもう愛の依頼を受けちまった。依頼人の言うことは何があっても。もういい、勝手にしたまえ。僕は僕で少し一人で調べさせてもらうよ。おいフィリップ。くそ、フィリップ。ありました。分かった。ここはやるしかない。サポーゾ。
すまねえ。あいつは悪いやつじゃねえんだが、一度怒ると手がつけられねえ。でもそれだけ翔太郎さんのことを心配してるんじゃないかな。ああ、分かってるんだがな。怒り、怒るのも無理はありません。私は翔太郎さんたちのお役に立ちたいと思ってますが、案内した進路は敵ばかり。フィリップさんの反応の方が普通です。確かに翔太郎さんの判断ってちょっと変わってるよな。でもわかるな、翔太郎さんの勘ってやつ。翔太郎さんの影響で私の行動予測もなんだか楽観的になってきたみたいです。くよくよしても仕方ないので前に進みましょう。出してみようか。解除されました。なんだこの装置。この先にある通路のシャッターを開くスイッチです。次のエリアへはその通路を通っていくのですが、安全のためシャッターは一定時間で閉じるので、通過するには高速移動手段が必要です。高速移動手段？この辺にライドベンダーはなさそうだし。どうやらやっとスタッグフォンが役に立つみたいだな。翔太郎さん？言ったろ、いろいろ便利になるって。こいつでその高速手段ってやつを呼び出すぜ。
まあ見てなって。こいつの出番だぜ。いい風だ。このまま行くぜ。花姫なのか。黙りなさい。ようやく片付いたかしら。ヒダ、フートの仮面ライダー、お前だけじゃない。よっ、
マムドライブ。絶望がお前のゴール。確かあいつは左。どうやらここはとんでもないことになっているようだ。テルイ、お前どうしてここに。この島のことは警察でも問題になって密かに調査を進めていたんだよ。所長から左とフィリップが仲違いをしているから見に行ってほしいと頼まれた。仲違い？キコの野郎。普通なら放っておくところだ。何しろ場所が場所だ。で、来てみたら今にも倒されそうなお前を発見したというわけだ。倒されそう？まあ優勢だったとは言えねえ。よっ。さあ振り切るぞ。写真の場所は確かにここだったんですが。間違いねえ。この装置にセットされてたんだ。それがないとなると。待てよ、ゼウスはコアエナジーでコアメダルも強化できると言ってたな。そうだね。だとするとここに恐竜のコアメダルがあったのはゼウスの研究のため？おそらくな。しかも間違いなく多くの犠牲を出す邪悪な研究だ。アイダ博士がゼウスの悪事を知ったとしたら妨害だってしたんじゃないか。そうか、だから危険なメダルは持ち去ったのかも。あ、そして次に向かったっていう港湾セクターの研究施設で調べた。もしそうなら早く回収しないと。先ほどの敵の撃破でこのセクターは解放されました。港湾セクターへのゲートもこれでロック解除されているかもしれません。よし、先を急ごうぜ。